リース、コンピュータ。リース、リサは1983年にアップルコンピュータが製造、販売したオフィス向け16ビットパーソナルコンピュータである。当時としては先進的な機能と操作性を持っていたが、動作の遅さや価格の高さなどの理由で商業的には失敗した。このコンピュータの名称はアップルの正式発表では、 ローカルインタグレイテッドシステムアーキテクチャーの頭文字を取ったものとされている。しかし、名称の由来は、ディースのプロジェクトリーダーである、ジョン・カウチの娘だとされていた。後に、カウチの証言により、スティーブ・ジョブズの娘から取られたことが明かされている。また、スティーブ・ジョブズの伝記を執筆した、ウォルター・アイザックソンによれば、1978年当時、命名者のジョブズには、 クリス・アンブレガントの間に、婚外しのが誕生しており、不死鑑定テストの結果、94.41%の確率で親子であると確認されているにもかかわらず、ジョブスが認知を拒否しているという事情が存在したため、リサプロジェクトの広報を担当していたレジマ・ッケンラ社が、戦術の語源を作ったのだという。この事情を知るエンジニアの間では、ディスインベン v e n t e d Stupid a リサ心臓のくだらない、当事語という意い、再帰的当事語になっているなどとも呼ばれたというが、ウォルター・アイザックソンが電気執筆の際に、スティーブ・ジョブズ本人に由来を確認したところ、僕の娘にちなんだ名前に決まってるじゃないかと返答されたという。スティーブ・ジョブズは、娘リサに、アップルリースは自分の名前にちがむのかと尋ねられた際、違うと回答している。なお、カウチによれば、 アップル E の次に当たるマシンのため、アップル400という名称が候補に上がり、折衷案として、リース400も根強かったが、結局、リースに落ち着いたとのことである。本体、ディスプレイ、外部記憶装置一体型で、当時としては広大な内蔵ラム領域を持っていた。ハードディスクドライブのプロファイルを、本体の上に乗せて使用されることが多い。セパレート型のキーボードには、 リファレンスカードが底面から引き出して使えるようになっている。また、専用の工具なしに本体を開けることができ、マイクロスイッチを用いたセンサーでパネルを開いた状態では起動ができないようになっていた。マウスは箱状のワンボタンマウス。リースでは記録密度を上げるためにアクセスウィンドウが2つある5.25インチのフロッピーディスク、ツイギーを搭載していたが、 リース2では、マッキントッシュ 128K で使用した、ソニー製の3.5インチドライブに変更された。リースのために、デザインされた、アップルマウスは、イデオ、1991年に創設創設者である、デビット・ケリーと1980年当時、デビット・ケリーデザインに在籍したジム・ユルチェンコによる、もの。リースに搭載されていた、リースオフィスシステム。 通称リース OS はパーソナルコンピュータ発の GUI 環境のオペレーティングシステム OS だった。強調型マルチタスク機能とメモリ保護機能を備えているのも特徴である。デスクトップは後のマッキントッシュのファインダー上のレイアウトのように画面右縦にアイコンが並ぶのではなく画面下にプレファレンス、クロック、カルキュレーター、クリップボード、プロファイルなどが横に並ぶレイアウトだった。 さらにゴミ箱は、ウェイストバスケットである。1983年のリースオフィスシステムリリース1.0では、ビジネスで必要とされるソフトウェア群リースオフィス、として、リースライト、ワープロ、リースデロー、図表作成、リサッカルック、表計算、リースプロジェクト、プロジェクト管理、リースリスト、リスト式データベースが、1984年のリース、7、 7オフィスシステムリリース3.1では、上記録ソフトに加え、リーセターマネルがバンドルされていた。リースワークショップは、リース上の統合開発環境である。リース OS と異なり、ほぼ完全にテキストベースだった。開発言語はパスカルおよびオブジェクトパスカルだった。マッキントッシュのソフトウェアも、当初はリースワークショップ上で、クロス開発されていた。 この環境をマッキントッシュ上に引き継いだものがアプダ MPW Apple Programmers and Developer Association マッキントッシュプログラマー S ワークショップである。開発言語はリースパスカルを継承した MPW パスカルに加え当時最も優れた C 言語環境だったライトスピード C 後にセンクックと解明に変わる純正の C 言語の期待に応えて MPWC が登場。その後ほとんどのプログラムは C で記述されることになった。Apple の16ビットマシンの主力がマッキントッシュに移ると、リースの筐体にリースとマッキントッシュの画面比の違いを変更するロムを搭載して、マッキントッシュ XL として発売した。1万ドル弱という価格設定。1983年1月、発売当初。 当時の日本円で約233万円はあまりにも高く、その後マッキントッシュ XL に至るまで値下げが行われたものの、結局商業的には失敗した。アップルにあった在庫のほとんどは処分されたと言われる。1989年にアップルは不売在庫による税金控除を受けるため、売れ残ったリース約2700台を破砕し、 ユタ州ローガン市の埋め立て処分場に埋め立て処分した。しかしその後、が、残りの在庫を引き取り、アップルリースを末金と市化するソフトを開発して、販売し、数年間の間、リースは流通する、汎用パソコンの地位に止まることになった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。